はい、おじでーす。ね、なんとなくね、ネット見てたら、すき家、ね、牛カルビ焼肉丼っていうのがね、なんか、復活してるらしいので、今買ってきました。ほんとね。よし、このタレがこれ、くっついちゃうんだよな、これな。で、不思議なことに、並盛りとご飯大盛りと特盛りしかないんだね。中盛りがないんだね。肉多めっていう。これは。ね、こんな感じ。ね、いつも肉中盛り。視聴者さんから、本当、波少ねえよ、これってね。肉、中盛りがいいよ、つってね。それから中盛り買うようになったんだけど、これ中盛りがなかった、ね、あ、なにこれ、穴開いてんじゃん。おーい、嫌がらせかよこれ。テープ止めであれだろう、こっち側にほら、もう二度と力ない、もう。もう絶対買わない。もう。ほんとね、買うんじゃなかった、好きや、なんか。ほんと。もうね、もう今ちょうどティッシュもなくなっちゃった、今。もうね、クズや。うわ、ほんと腹が立つな。もうあったかいものはあったかく食べれないし、ね、部屋の中汚されるし、本当、本当ね、考えるよ、本当、クズや。このテープ止めするのはいいけど、テープ剥がしてめくれちゃうようなさ、そういう切り取り線かなんかついてんだろう。やめろよ、そういう嫌がらせは、バカ野郎。ほんと腹が立つな。ほんと好きやってバカの塊だよね、ほんと。好きやの本部が、やっぱりバカの塊なんだよ。ね、シュミレートを全然しないってことだから。ね、はあ、普通に考えればわかるよね。タレこうやってめくるの、それをさ、印かなんかつけて従業員に、あれしないと。だって、スーってなってるところをさ、ね、これをこれのところにさ、ね、かでツーってな、これ、今これ言ったらさ、これね、切り取りのやつ、これはないの？これないの？消しからんな、ほんと。ないじゃん。ね、スーのやつを、ここにペタッと、ね、つけると、それを取ろうと思うと、ツーっていっちゃうんだね。お前、ふざけんなよ、ほんと。これは向きによってね、そのつける場所によって、そうなる人とならない人があるわけだから、おじいは狙われたんだね。うん、ターゲットにされた。あ、こいつ、タレでビチャビチャにしてやろうっていうね、その、悪いね、考えで。で、ビチャビチャやってる間にトラップ引っかかってる間にね、どんどん肉は冷めていくし、うん、どうしよう、うまく食えないだろう。よし、やってやろうっていうね、店の従業員の嫌がらせだね、これね。仕掛けられたトラップだね。
お客さんは何も知らない、でもそれを取り扱ってる従業員は熟知している、ね、本当昭和の時代だったら あれでよ、この恨み原さで置くべきかしてね、本当マタロウがやってくるよ、本当この恨み、お前のせいでびしゃびしゃになっちゃうか、タレだらけになっちゃわないか、ね、この恨み原さで置くべきかって、メラ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 ってなってね、よいしょ、味噌汁は自前ね、アマゾンで買ったやつ、はあ、ほんと気分悪い、タレかかってたかかってんだかよくわかんねえよ、ほんとムカつくなあ、ほんと気分よく食えねえな、ほんと好きやわよ、もう吉田にしよう、ほんとはあ気分悪い、めちゃくちゃ、まずくはない、まずくはないよ、まずくはない、自前の味噌汁おいしい、肉だけど、まずくはない、あれ少なくなっちゃってよ、タレが、まずくはない、ああ味噌汁おいしい、こないだどれぐらい前だっけ、何かしらちゃんとしたのあるだろうと思ったら何にもないんだよね、ただの牛丼買ってきたけど、すき焼き丼とかさ、辛いのとかさ、もちもちしたうどんが入っててまだ寒い時期なのに終了しちゃうんだね、本当なんで人気商品をさやめちゃうんだろう、でその後に何もメインがないしょぼいメニューに戻っちゃうんだったら、なんで次の目玉が出るまで継続しないんだろうね、すき焼きのやつとかほら、あの山椒で辛いやつとかあったじゃん、あれ美味しかったからね、ちょっとハマってたんだけど終わりましたって言われて昨日で終わりましたって言われて、ってね、あとさ、好きやアホだからさ、レモネードってあるんだよ、レモン入った、大きいの頼むと2個入ってるはずなのに、レモン少量してくんないっていうね、たまに嫌がらせの、店員がいるんだけど、であれもさ、夏本番に入ると終了するんだよ一番欲しい暑い時期に、なんで
これからじゃん、このレモネードが欲しくなる、美味しいのっていうね。なんかね、おかしいんだよ、好きやって、やってることがね。まあ、まずくはない。まあ波でもいいなこれな。肉が足んないってことはないわ。やっぱもともと680円取るから。まずくはね。自前の味噌汁美味しい。アマゾンで買ったやつね。何種類だかいっぱい入ってるやつね。人気1位だったやつ。味噌汁美味しい。ほんと、お昼頃に行くとさ、並ばなきゃなんねえからさ、早めに行ってきたよ。奥歯を勝手に抜かれたから、ほんと飲み込むしかねえ。片っぽしかねえと、辛いよね。そのもう片っぽも、今治療中だからさ、冗談じゃないよ。まずくはない。久しぶりのすき家だからさ、前回のレシートについてる30円クーポン使えないから、まともに680円で買ってきたんだぜ。それなのに、タレのトラップで仕打ち受けて、ああ、おじいかわいそうだな、ほんと。まあ、量はちょうどいいね。夏になったらまたあれ復活するかな、山椒で辛いやつ。汗だくになって食べたけど、ピリ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 して、あ、うまかったな。お豆腐入ってたか。すき家で使ってたさ、うどんが美味しいよね。すんごいもちもちしててさ、うどんだけ欲しい。もっちもちのうどん。味噌汁美味しかった。いやー、ごちそうさまでした。ね、久しぶりに食べた。ね、牛カルビ焼肉丼。でも美味しいね。ネット見ていたのは、ニンニクが入ってるね。ニンニク、なんだっけ、牛カルビ焼肉丼かな。なんか、ニンニクのトッピングのあるやつ、なかった。お弁当のところにね。
くそーと思ってよ。はい、そうだけどね、ごちそうさまでした。まずくはなかったよ。ね、以上です。じゃあねー。